当に日本のこう常識が常識ではないっていうところとか、プロを目指す J クラブユースはなんかもっと競争社会でもいいのかな。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日の企画は日本サッカーと海外サッカーとの違いについて聞いていく企画になっております、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。率直に日本サッカーと海外サッカーとの違いに関して内野さんどんなところが一番大きな違いだと思われますか？シンプルに日本と日本以外で言ったら、育成年代でいろんな国の選手とチームと対戦しましたけど、対戦するまでイメージしてたのと、いざ実際対戦してみて、その身体能力っていうのは多分こう日本人がイメージしてるよりも大きな差がある。一般的なイメージでこんなもんかなって思ってるのよりも、まあ、大きかったり、やっぱりその想像してるのとは違う身体能力の差っていうのは、やっぱり同じ東アジアでも、まあ、韓国とか中国の方がやっぱり体格大きいですし、で平均身長もやっぱり高いですし、でこれがちょっと中東系になってくると、もう、まあ、スペインとかフランスとあんまり差がなくなってくる部分もあるし、でオーストラリアとかともやったことありますけど、まあ、育成年代ではまだ体ができてなかったりするんで、まあ、背が大きいけど少し動きが遅いとか、まあ、そういうのがあるんですけど、これがもうフランスとかに行っちゃうと全てにおいて一つ二つ次元が違ってくるので、足が速いというか体がでかいっていうのはこうなんとなくみんなイメージつくと思うんですけど、そのドリブルでかわしたと思っても足だけが伸びてきてボールをつつかれるとか奪われるとか、経験したことのないタイミングで相手がジャンプしてきて高さも違う、こう瞬間的なスピードはそんなに速くないんですけど、まあ、真っ直ぐに走ったらめちゃくちゃ速いとか、まあもう日本を出ると本当に日本のこう常識が常識ではないっていうところとか、あとその日本と海外っていう、もう本当にざっくりした話で言うと、サッカーっていうスポーツのルールの中で認められているものは全部使う。日本はこう正々堂々とスポーツだから、特にアマチュアスポーツとか育成だったらこう正々堂々とやりましょうみたいなのが、まあ、すごく強くて、まあ、それはまあ文化的にもそうですし、僕もすごくいいことだと思うんですよね。でもともとこうフットボールっていうのは紳士のスポーツだなんてことも言われてるので、まあ、日本のその考え方はすごく僕は好きですけど、なんかその海外に行くと、まあ、例えば PK 合戦の時にブーイングとかは、まあ、当たり前なんですよね、ホームとアウェーで。例えば日本の高校サッカーだったら、まあ、ちょっと静かにしましょうみたいな空気があったり、まあ、そこでその応援団がちょっと騒ぐとものすごくこう顰蹙を買うというか、でももう海外に行ったら、まあ、そんなのが普通にやってくるし、ファールとかもその育成年代でも必要なファールと不必要なファールっていうのがちゃんとこう分けられてて、ファールで止めるっていうのは一つの戦術としてもう子供の頃からやってたりだとか、例えばロングスロー一つ取っても、まあ、日本だとなんかこう面白くないとか、サッカーなのに手を使ってとか、まあすぐなるんですけど、まあ、海外だと、まあ、面白いか面白くないか国によって違うとは思うんですけど、そのルール内でやれることは全部やるっていうか、それに別にいいも悪いもないっていう考えなんですよ。例えば時間稼ぎとかも、もうサイドライン際に行ってコーナーフラグの近くで時間を稼いだからとか、スローインをゆっくりやったとか、日本だとどうしてもそういうのってこうすごく叩かれたりするんですけど、
まあ、海外はそうやって相手をイライラさせて、こうレフリーからイエローカードであったりファールですよってならない、まあ早くしてくださいとか促しはあっても、そのルールの中でギリギリのことは全部やる。いつも選手に言うのは、その日本ってこう柔道一本勝ち、やっぱり勝ってメダルを取るっていうことにすごく美学があって、それに対するこだわりっていうのもすごく強くて、だから日本の柔道を見てるとズバッと技が決まって、まあ、面白い。でも、まあ、欧州とかその他の国で言うと一本にこだわらず、いろんなポイントを稼いで、要は相手に勝てばいいじゃないっていう考えとか、それで勝ってメダルを取ればいいっていう国もあるわけですよね。日本ってこうすごく武士道精神で潔く正々堂々とっていうのが、まあ、普通に考えられてるんですけど、まあ、海外に行ったら普通じゃないんですよ。日本人のサッカーっていうものに対する常識が全然常識じゃなかったり、うん、だからその平等にとかありますけど、そのホームとアウェーで、もうアウェーのチームのロッカーとかって小さいし汚いしとか、まあ普通なんですよね、うん、でグラウンドも幅が、日本だと公式戦でだいたいまあ105m、68m っていうのがまあ基本で、だいたいそのピッチに基づいて公式戦をされることがほとんどなんですよ。だけどあのスペインとか行くと幅が一番狭いところでもう本当60ちょっととか、えこれ明らかに狭いですよねっていうと、俺たちはそのバルサと対戦するリーグに所属してる、バルサのサッカーは幅を使ってくるから、グラウンドの幅が狭ければ彼らは幅を使ったサッカーができないんだみたいな、だこうやって地の利を生かして彼らと戦うんだみたいなことをすごく笑顔で言ってくるクラブとかがあって、でそれが本当にそういう意図で作ってるのか、たまたまその土地の面積上そうなったのかっていうのはわからないですけど、本当に狭いんですよ。その長さも短くて幅も狭い、だけどそのホームグラウンドのこう地の利を生かすっていうか、それがホームとアウェーでこうホーム有利っていうのがもう当たり前なんですよね。例えば日本だと、まあ、人工芝に水ってほとんどまかないんですよ。それが普通だけど、海外行ったら人工芝に水をまくのが普通なんですよね。水をまくと不公平だとかいう声が出ちゃうんですけど、人工芝ってやっぱ水をまいてその摩擦を減らして怪我を予防するとか、人工芝の、寿命、摩擦が強いと人工芝が切れていくんで、そういうのを減らすためにもまくし、でそのサッカーっていうのは天然芝も基本的に水をまくものなので、それに近づけるためにまくっていうのは普通なんですよ。だから雨降ってて1時間前ぐらいに止んでも、今から試合、練習試合するって言ったらもう一回水撒くんですよ。だからあのバルサの練習場とか行っても、この辺ちょっとのかないとびちょびちょになりますよとかって言いに来るんですよ、ハーフタイムで。で試合前に撒いてハーフタイムで撒いてっていうのが、それが普通なんですよ。でも日本それ普通じゃない、特に育成年代なんかで、ね、その試合前に水を撒いてるのを見る方が少ないんで、だからなんかもう言い出したらキリがないですよね。レアルの中井くん、まあ本人とも喋ったことありますし、お父さんお母さんとも話しましたけど、まあその小学生年代から1年ごとに契約更新みたいなのがあって、まあ、当然お金はもらえないんですけど、例えば10歳でレアルに入っても、その例えば日本だとJクラブに10歳に入ったら小学生の間はそこのクラブに入れるんですよね。で中学に上がるときにジャッジされて、まあ、上がりたいけど上がれないっていうのがあって、で今度中学に入ると、中学校3年間はそこの J クラブなんですよ。で高校に上がるときにジャッジされて、でも例えばスペインとかだ
と毎年なんですよ。だから来年が保証されてないんですよ、小学生が。中学生も中1では例えばレアルだけど中2ではレアルじゃないし、中1中2でレアルだけど中3ではレアルじゃないし、高1でレアルだけど高2ではレアルじゃないかもしれないし、高1高2レアルだけど高3で契約が終わって他のクラブに行かないといけない。日本人だと社会に出てから自分の人生を、まあ、自分で背負う形になると思いますけど、逆にその海外だと日本の、まあ、サッカーの育成年代の環境って、まあ、すごく環境も日本はどん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 整ってるんですけど、結局そのモチベーションが低くても3年間そこに入れるっていう。でその昔日本の指導者の人たちがこうドイツに研修に行って、指導を学んで、で向こうの、まあ、名門クラブの育成年代のコーチに質疑応答する機会があって、で日本人の指導者が例えばこう今回の練習メニューは、まあ、20人ぐらいをこう前提とした練習メニューばっかりだったけど、例えば30人とか40人の場合はどうしたらいいんですかっていう質問したときに、いやそういう状況がないからわからない、だから結局その23番目とか4番目を受け入れてそのチームに残るってことがないんですよね。だったらランクを下げて別のクラブの1番手2番手になった方がいいよねっていう考えで移籍していっちゃったりとか、でそれ以上やっぱりそのいろんなハード面とかも含めて抱えれないとか、だからそんなに大勢を教えることがないっていう話で帰ってきてとか、であとはそのモチベーションのない選手に対して、どういうふうに働きかけてモチベーションを上げるんですかっていう質問に対しても、いやモチベーションがない選手はチームを去るだけでしょ、なんでモチベーションがない選手にわざわざコーチがモチベーションを持たせないといけないのっていう返答が返ってきた。だから結局1年ごとに更新されていくから、やる気がなかったら来年がないだけなんですよね。だから日本は結局3年間保証されるんで、ちょっとモチベーションが下がってやる気がなくなってサッカー以外のことに興味があってって言っても、結局コーチとか先生とかが厳しく怒ったり指導して何とかしようとするじゃないですか。でもちろん海外でもちょっとしたメンタルの浮き沈みに対してはもちろんサポートするけど、本当にこうもうモチベーションがない、やる気がない選手っていうのはチームから去っていくのが普通なんですよね。だからモチベーションっていうのは誰かにあげてもらうものじゃなくて、そもそも持ってる人がそのサッカークラブに来てプロを目指すっていう、1年ごとにチームに残れるかどうかっていうのがあれば、もう目標がある人は放ってても頑張りますよね。だって来年入れないんだったら努力するしかないし戦うしかないし、だけどそういうのがないので、日本は結局指導者がすごく厳しい環境を作って、こうスパルタ的になったりちょっとこうパワハラに近いような指導をして、厳しい環境を作ったり、こうむちゃくちゃ走らしてとか、そのメンタル的にこうにも肉体的にもすごくこう追い込まれた環境を作って、厳しい状況を指導者がどん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 作っていかないといけない日本と、結果出さないと来年このチームに入れないっていう環境だと、コーチが別に厳しくしなくても、例えば私生活ちゃんとしてなくてパフォーマンスが出なかったら来年入れないし、お金もらってないけどプロと一緒なんですよ。結果出ないと残れない。そこが芯が強い選手だけが残っていくっていう形だと思うんですけど、そこがその先ほど言われてたどんな風にしても勝つ結果を出すっていうところにつながっていってる。まあそうですよね。だから日本は指導者が厳しい状況を作ってあげないといけないし、厳しい環境で鍛えるしかないんですよ。だけど海外はもうその結果を出さないと子供の頃からその自分が所属したいチームに残れないっていう
まあある種もう自動的に厳しい環境が待ってるか。だからこその問題も欧州はいっぱい抱えてるんですよ。で逆に日本は3年間保障されてるから、その結果にこだわらずにこう育成に特化できるっていう考えも実際あるんですよ。だから日本みたいな方がいいんじゃないかっていう風な意見もあるんですよ。だから日本がダメで欧州が競争原理でいいっていうことを言いたいんじゃないんですよ。日本と海外の違いっていうだけで、どっちがいいとか悪いとかはないんですけど、モラスさんと話すまではそういう海外の厳しい環境の方がいいと思ってたんですよね。だけどモラスさんと話して、モラスさんは逆に日本みたいに3年間のこう期間を持ってやった方がこういろんな意味で余裕を持ってやれるので選手にとってもいいんじゃないかってモラスさんは言ってたんで、あ、よしあしなんだなっていう。でも現状はやっぱりそこはものすごくその育成年代において、まあそのサッカー先進国というか、まあ欧州が南米と日本のもっとてつもなく大きな違いですよね。その小中高でその移籍をするっていうのもこう至って普通というか、だ日本はやっぱり学校スポーツが強いし、そのユースに行ってても学校がどこどこの学校、例えば公立高校に行きながら、あ、例えばセレッソユースに行く、移籍しますって言って、例えば横浜マリノスに行きますとか浦和レッズに行きますってなったら学校も変わるじゃないですか。ってなったらすごく大変なんですよね、転校になっちゃう。で高校だから受験して入るから簡単に転校とかもできないじゃないですか。だからなかなかチームってこう動きづらいんですけど、まあ向こうは結構移籍もあるみたいだし、エジミューソンさんなんかと話してると、もうそのブラジルでは今週の日曜日10番つけてたやつが1ヶ月後にはもうチームにいなくて新しい10番が試合に出てるとかがユース年代でも普通にあるって言ってたんで、まあそれがいいか悪いかは本当に分かんないんですけど、そういう厳しさとか競争っていう社会はもうその日本と、まあ、ヨーロッパの主要な国とかブラジルとかではもう全然違う。そこの違いがゆくゆくどういう結果をもたらすのかってなった時はもう、例えば日本でそういう考えを持ってやってみた J クラブもあるんですよ。けど他が3年保証な中で1年ってなるとみんな行かなくなるんですよ。そうだからその考えはやめちゃったんですよね、ある J クラブが。 J クラブはやっぱりプロを育てるためにある下部組織でもあるので、日本の中でも J クラブは逆に1年でやってもいいのかなって思いますけどね。例えばその、ね、関西だとガンバとかセレッソ、ヴィッセル、サンガっていうもうねビッグクラブがあって、とてつもなく優秀な選手が集まる。で例えばここでちょっともう出れない、まあ、一学年、まあ、15人いたとしたらもう15番目の選手だってなったら、高校2年生に上がるタイミングで少し地方の J ユースに移籍するとかがあってもいいのかなっていう。でそこでしっかり試合に出ればまたその選手たちは伸びてくるんで、やっぱりそのある程度のタレント、才能を持ってないと、その関西のこのビッグ4には入れないんですよね。だから、試合に出ればまた伸びるタレントが、やっぱりいっぱいいるんですよ。だけど、どうしても、そのクラブでも、当然実力差で優劣がついてしまうので、当然いい選手は、ね、プロにするために試合にもたくさん出るし、そこの競争で負けた選手はやっぱり試合に出る時間も少ないし、だけど、チームを変えることによっていっぱい試合に出ればまた成長して成功をつかめる選手がいっぱいその関西に限らずねいるんですよ。だからもう結構前ですけど中1の時にレアルに入って中2に上がれなくて、で地元のクラブに戻ったわけですよ。で J
地元のクラブで半年間頑張って、そこで結構また活躍して、今度レアルのライバルチームに呼ばれて、で中3の時はアトレチコマドリーで大活躍したんですよ。で高1でまたレアルに呼ばれて、レアルに行ったんですけど、また高2に上がれなくて、でアトレチコマドリーがじゃあって言って、高2からアトレチコマドリーに行って、高2高3アトレチコマドリーで活躍して、U19 のスペイン代表のキャプテンになったっていう話があって、それはなんていうんですか、やっぱり監督との相性なんですか。監督との相性もあるし、そのサッカーのスタイルのこう相性とかもあるし、やっぱりそのスペインではレアルにいい選手が集まったっていうのもあるのかもしれないですし、環境がレアルが一番いいとか、いや、まあ、アトレチコも相当いいと思うんですけど、そこまでの詳しい話は知らないんですけど、そういうサクセスストーリーがあったっていうのはもうあのニュースになってたんで、セレッソでダメでもガンバに行ってそこで活躍してプロになるとか、ガンバでダメでもセレッソに行って活躍してプロになるみたいな感じで、なんかこうポジティブな移籍が J クラブ間ではあってもいいのかなっていう。高校はやっぱり、ね、3年間っていうのがあると思うんで、高校はこう3年間きっちりやる。でも J クラブはなんかこう1年おきに更新があったり移籍があっても、まあ面白いんじゃないのかなっていうのと、それでまあ高校と J クラブでこういろんな意味で全然変えて、どっちがいいのかっていうのを検証しても面白いかもしれないですね。延長その J クラブだと移籍したりっていうのは条件があったりするんですか？いや、基本的にルール上は移籍できるんですよ。ルール上はね。ただその学校っていうものがついてくる、転校っていうのとかで、あとはその J リーグの規約でその他クラブのユースの選手に声をかけてはいけないっていうのがあるんだよね。だからその、まあ、例えばセレッソが、あ、この選手声かけてくれていいですよってやればかけれるらしいんですよ、わかりやすく言うと。でもいいですよって言わない選手に声をかけてはいけないっていうルールがあるみたいで、だからそのすごくお金を持ってる J クラブであっても他のJクラブのユースの選手を取らないじゃないですか。まあ、だから分かりやすく言ったらこう、セレッソで育った選手を、例えば FC 東京がこう声かけて FC 東京でプロになるってことは基本的にはないんですよね。でセレッソが例えばトップにこの選手をあげません、独学はありませんって明言したら、で声かけてくれていいですよって言ったらかけれるみたいな。厳密に言うともっとなんか難しい言葉があると思うんですけど、分かりやすく言うとそんな感じなんですよ。そういうのを全部取っ払ったら、選手の取り合いになっていい悪いっていうのはまた出てくるんですけど、ものすごく競争にはなるし、出れない選手は出れるところに行って活躍してまたプロになるっていうことが起こるかもしれないし、もっとひどい環境になるかもしれないし、それは分からないんですけど、高校サッカーと J クラブっていう、これも海外ではないことなんですよね。学校のスポーツとクラブのスポーツっていうのはなくて、基本はクラブのスポーツしかないんですよ、欧州とか南米は。日本って2つあるんで、この2つあるメリットを生かすためには J クラブの方はちょっとこう海外志向で1年契約にして、交代年は、まあ、3年みたいなとか、いいか悪いか分かんないですけど、面白いことが起こるかもしれない。でその抱えれる選手の上限だけを決める。だお金があればどん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 いい選手を呼んで、でそこで宝の持ち腐れみたいになっちゃうといけないんで、まあ、一学年上限を決めて、その中でこうなんかもう声かけてもいいし、どんどん移籍してもいいよっていうふうにすると、自分とこの選手を守るために J クラブは環境を整えていかないといけないですし、選手の満足度も上げていかないといけない。当然お金のあるクラブがどん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 いい選手をユース年代から契約とかできてしまうんですけど、でも海外はそうやっていい選手がどん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 いい環境を手に入れていってるっていうのもあるんで、まあ、J クラブはそれでもいいかもしれないし、ダメかもしれないし、やってみないことには分からないですよね。
まあ、選手ファーストで言ったらやっぱりこうどんどん出れるところへ出れるところへ、いい選手はどんどんステップアップして環境のいいクラブに変わっていくっていう、広告の時にエスパニョールとゲームをさせてもらった時に10番の選手はすごくうまかったんですけど、エスパニョールのコーチが、まあ、彼はバルサとレアルからオファーが来てるみたいなことを言ってて、それが一つこうステータスなんだってエスパニョールからしてみたいなのがあって、例えばこう、ね、J2 のクラブのユースのすごい優秀な選手が J1 のビッグクラブ2つからオファーが来てるなんてことを、まあ、聞いたことは日本ではないんで、それが普通にある。でエスパニョールの優秀なコーチが次の年行ったらいなくて、あの人どこ行ったんですかってバルサに行ったとか、だからコーチも結果を出したらビッグクラブに上がっていくし、選手も結果を出したらビッグクラブに上がっていくっていう、それがもうジュニアユースでもユースでもある。やればその分ステップアップしていく。だからね、で勉強もそれで落ちこぼれが出ちゃって、だからゆとりっていう風にしたけど結局ゆとりもダメでみたいな。だから何をやっても絶対問題は出るんですね。だからどこに針を振るかやと思うんですけど、でもなんかサッカーのプロを目指す J クラブユースはなんかもっと競争社会でもいいのかなとか思いますけどね。ちょっと一旦、はい、今回の企画こちらで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。